坂田がついていく、縦に出す岡田、さあこのチャンス、高橋がボールを持った、カンスイルが中央で待っている、カンスイル決まった、先制したのは群馬、カンスイルが決めました、今シーズン2得点目、前半の14分、先制したのは群馬、一瞬の隙を突きました。ピンチの後にチャンスありですね、なんとなんと先制したのは群馬でした。あとねちょっとアクシデント的にここボールがこぼれるんですけど、はい、高橋のボールがねキーパーとディフェンスラインのギリギリのところですよね。いやー、関数量も体を出して最後は当てました。これがやっぱりリーチの長さですよね。はい。